こんにちは。JK 弁当の1週間の記録を取っていきたいと思います。ロピアで購入した刺身をマアジを使用したアジフライを揚げています。冷凍です。サクサクに揚がってとっても美味しいアジフライです。入学式が月曜日にあって、翌日からお弁当が必要となりましたので、火曜日からのスタートになります。久しぶりのお弁当動画ですし、初めての JK 弁当ということで緊張しちゃって、ちゃんと動画撮れてないですけども、よろしかったらご覧になってください。朝ごはんや息子のお昼ごはんなど考えて卵4つも使っちゃったんですけども、結局動画撮れてないんですよね。下手くそな、しかも卵焼きになってしまいました。それでは詰めていきます。おろしたてのお弁当箱なので、初めて詰めるので、そちらも悪戦苦闘しております。3段のお弁当箱って何も考えずに購入したんですけども、珍しくないですか。薄く卵焼きを切ってペタンと寝かすように入れました。こちらもロピアで購入した大容量のハムです。どうしようかなと思いながらハムをとりあえず開いておいてますね。マヨをかけてハムでキャベツを挟む形にしました。作り置きをしていたひじきです。普段は使わない仕切りを今回使いましたね。救世主って感じがしました。ふりかけを振ったら完成と言いたいところだったんですけども、この後もこちらのお弁当箱と格闘しました。なんとか完成しましたが、かなり量が多かったそうです。だいぶ明るくなってきましたね。大容量のハムを常温と冷凍に分けます。こちらは冷蔵保存です。はい、次は冷凍保存です。適量をラップにくるんで、あとはジップロックに入れて保存します。そのまま使えるハムは常備しておきたいですね。2日目です。今回は卵3つにしました。塩コショウで味付けをします。牛肉と玉ねぎを炒めていきます。はい、今日も多めに朝から作ろうとしております。旦那のお弁当やあと息子の朝ごはんなども兼ねますんでね、ちょっと多めに作っておきます。基本は塩コショウのみで味付けなんですが、私はちょっとだけお醤油を垂らすのが好きなんです。新玉は火が通りやすいのでありがたいです。はい、それでは詰めていきます。ご飯を入れておくのを忘れたんでね、ちょっと慌てて入れてきました。最近暑いですからね、もうね、冷めてないと怖いですもんね。卵は2個と半分ですね。ほうれん草の小前は昨夜多めに作っておきました。3段目はサラダだけにすることに決めました。ミニトマトは半分に切らないとちょっと突っかかってしまいます。お惣菜のイカですね。昨晩の残り物です。
マヨネーズをかけまして、あとは一味をかけたいんですけどね、イカにちょっと七味かかってたようですし、まあ、辛いの苦手なんでね、やめておきます。ご飯が冷めません、熱々なんでね、うん、困りましたね。でも冷ます時間ありません。はい、なんとか出来上がりました。今日もギリギリです。今日残ったおかずはカップに入れてお弁当用に冷凍しておきます。眠たい目をこすりながら、ロピアの大袋ポークウインナーを使います。ウインナーはタコさんウインナーにします。今日は3つに分かれたフライパンで作っていきます。豚の生姜焼き用の玉ねぎを切っています。今日は2個の卵です。塩コショウで味付けです。卵焼きが出ましたので出しておきます。では真ん中でお肉を焼きますので、オリーブオイルを入れてどんどん焼いていきます。タコウインナーもできましたので引き上げます。ではフライパン全体を使って豚の生姜焼き作っていきます。生姜も直接ここに入れてます。みりんを切らしているので、砂糖とあとはお酒と醤油で仕上げます。それでは詰めていきます。はい、またまたご飯入れ忘れ、遅いですね。ではどんどん詰めていきます。卵は横に、ああまたね、この空間カットするの忘れてますよね。そしてきんぴらごぼうを詰めてます。なんとなくバランスが悪いですね。きんぴらは前日に作り置きしておきました。3段目はサラダです。タコさんウインナーを適当に散らして、トマトは事前にカットしております。ふりかけを振ったら完成と言いたいところなんですが、きんぴらごぼうを取り出して卵半分カットしてきたのを詰めました。ご飯を保冷剤の上に乗せたままで、なんとか小さな抵抗をしております。生姜は冷凍保存するためにカットしました。このまま冷凍庫に入れます。作り置きを作っておきます。かぼちゃをシリコンスチーマーに入れてレンチンします。味付けをする前にワンコ用に取り分けておきます。かぼちゃはタッパーに移して、かつお節と醤油で味付けして完成です。4日目、金曜日ですので今日でラストです。胸肉をそぎ切りにしてチキンカツにします。旦那弁当用と息子の朝食用に多めに作っています。余ったら私もつまみます。息子は今日から給食が始まります。はい、軽く叩いておきます。こうすると繊維がカットされて柔らかくなります。塩コショウで味付けをしておきます。
揚げる準備をしていきます。米油を使っています。小麦粉、卵、パン粉の順につけていきます。衣がつきましたらどんどん揚げていきます。今日のスーパーのパン粉なんですけども、サクサクでとっても美味しかったです。キッチンペーパーで水気を取っておきます。カニカマを入れます。なんだかぶっ込んでるだけなんでね、アレンジできたらよかったですね。昨日作っておいたかぼちゃを入れます。ミニトマトの登場多いですね。娘はミニトマトが大好きなんでありがたいですね。息子はトマトが大嫌いなんで悩ましいですね。今日は3段目には果物を入れたいと思います。この時期はみかんの定期便を取っています。友達と半分にシェアして頼んでいます。ですので美味しいみかんがたっぷりとあります。お弁当箱にバナナをたくさん詰めたことがなかったんでね迷ってますね。もう10年以上も旦那のお弁当を作り続けているのに、この1週間はかなり迷いながら、頭を使いながら作っております。最後の1つ残っていたリンゴをカットしています。お弁当の仕切りは使わない派だったんですけども、今回はとっても役立っています。おかずカップ収納ケース、めちゃめちゃ活躍しています。透明のカップも重宝しています。みかんの皮を一層取ってしまった方がいいんじゃないかと思って、はい、また時間もありますしね、といってもバタバタとしながらなんですけども、じゃん、ピック、コトリピック、キャンディーで買ってきました。ピックスって言うんですね。可愛いですよね。どれにしようかなって迷っています。彩りも気になりますしね。また洗ってきます。ラスト、ふりかけを振ります。動画には映っていませんが、何度も何度もバナナの位置を変えています。こちら、おニューキャンディーで購入しました。保冷剤を入れておきます。はい、完成です。いってらっしゃい。はい、コーヒーブレイクしました。キャンドゥの購入品紹介します。チェックのお弁当カップ50枚入り購入しました。で、こちら先ほどご紹介しました小鳥のピックスですね。カツオとヒロシのふりかけ。カツオのふりかけってありましたっけね。初めて購入しました。割り箸のようなお箸は定期的に購入しています。こちらは330円ですが、ザル付きの保存容器です。これはかなりいい。いつも洗ってその下に皿を置いてっていう風にしてましたが、でしかもね、これはもうもちろん受けにもなりますし、このまま保存もできるんですよね。かなり画期的です。もっと早く買えばよかったです。はい、こちらが旦那用の弁当です。しっくりきますよね。やっぱり慣れてるんでね。はい、チェッ
ックのカップをこちらのね入れ物にカップケースに入れようと思って取り出したんですけど、なんだか大きさが違うように見えるんですけども、目の錯覚でしょうか、どうなんでしょうかね。わかる方いらっしゃったら教えてください。同じサイズのはずなんですけどね。こちらのチェックのカップとりあえずここに入れましたけども、最終的には初めに入っていたあの透明のケースに入れておきました。ゆとりちゃんのピックス、はい、入れておきます。はい、初めての JK 弁当の1週間以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございます。少しでも良いと思ってくださったなら高評価を、チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。それでは次の動画でもお会いしましょう。さよなら。